回到独立特派员的节目现场，接下来要带您关心的是如何善用医疗资源，让服务品质更人性化，一直是各国努力的目标。而这个礼拜我们要带您来到日本，走进日本中部的岐阜县，一个只有25000多人口的岐南町。这个小地方却因为在宅医疗的服务吸引了各界前来观摩。这个总和在宅医疗诊所主要的推动者是院长市桥亮一，每天早上13指种40人服务的团队一起喊的口号就是支援病患可以安心过着期望的在宅生活，这正是在宅医疗的核心理念。不过要满足病人在家养病，兼顾家庭之乐及幸福感的强大需求，在宅医疗的照顾必须细腻而多元。成功的在宅医疗最重要的前提就是出院准备会议。独立特派员的记者李琼月和钟明文记录这个在日本和欧美行之多年的出院准备会议，由不同职种的医护人员一起和家属慎重地讨论病人出院后如何顺利衔接在宅医疗的照护和建立诊所及医院的双向转诊通道。院长市桥亮一还立下了200年的约定，为什么是200年呢？一起来看看。おはようございます。今日も一日希望する在宅生活を安心して送れるように支援します。日本中部岐阜县的岐南町，11位医师、10名护理师以及营养师、齿科卫生士、语言听觉音乐治疗师等40人，为4个月到103岁的患者提供在宅医疗。ファーティル、あいいです。フラフラとしてだる。うん、フラフラしてる感じがする。足がちょっと腫れてる。足が冷たいの。あ、冷たい。うん、でもそんなでもないよ。ごめんね。本当にすみません、また来ます。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。这里不只为日本的在宅医疗打造新模式，市桥亮一还许下了200年之约。この建物は200年続くようにというところは僕が決めました。200年後には樹齢200年の木だから、はい、あとはこの前の子ども食堂で来た人たちもクリニックで働いてくれるスタッフになるかもしれないし、ひょっとしたら患者さんとして関わるかもしれないし。春天的鱼岛郡岐南町，20几度气温，舒适宜人。药师寺这里有一栋与众不同的建筑。才刚刚结束晨会的市桥医师跟护理师带着排定的患者名单，开始一天的出诊。はい、どうも。あ、お邪魔してます。ごみ。はい。鼻が詰まっとるね。はい。それで息しづらいね。69岁的冈岛女士，她是乳癌患者，目前跟女儿一家住在一起。弟と仕掛けた時に、こうなんかお願いします。息整えて。入量は3リットルです。お、で、出ろ。最後。その最後が出んな。いい音するのにね。気にするもんで余計になんか出そう、無理やり出そうとするもんね。1回目の咳と同じ咳が2回目にできたらいいのにね。4ヶ月ぐらい前から見てるようになったんですけど、ずっと安定したんですけど、最近呼吸が苦しくなってきたので、医療用のマイクが始まったっていうところですね。挂在床边的吗啡邦普跟杯子里的蓝色药包帮助他减缓疼痛。冈岛接受在宅医疗之后，家人减少医院来回奔波的辛苦。普通だったら病院に行って家族が夜少しだけとか
1週間に1回とかしか行けれないけど、本人がずっとおった家で最後までずっとお薬もやりながら家族とも喋りながら過ごせるっていうのが多分一番大きいかなと。あのお出た。もうちょっとそこで出せたね。出せた。出せた。あすごい。出た出た出た。あよかったよかった。お薬も、ホスピスで行うような治療を家でも行っているので。いろんなお薬が変更になったりすると変更に合わせていろいろやると、まあ、混乱するから、カレンダーにこうやってセットして、で、24時間体制で看護師さんも来るし医師も来るっていう感じでやっています。頑張ってあそこで痰がドッと出ればいいですね。これこうやってここで、あ朝だけでいいですか。もともと朝言うのだね。贴心设计了月历药袋，让病人与家属一目了然，避免吃错药。诊所提供了24小时紧急电话，夜间发生状况，医生半小时内可以抵达。これ何これ？それね、孫とゲーム遊びする。孫とゲーム遊びするの。かわいい。ちょっと使ってないやけど。うん。あ、陣地取りゲームやるの。あ、すごいね。最後に本見てたと思いますけど、お孫さんと一緒にずっといれるっていうのもいいので、はい、じゃあどうも、また明日、はい、ありがとうございます。また明日。ありがとうございます。岐阜县距离名古屋大约30分钟车程，200多万人口。2009年，世桥跟两位护理师就在旗南町这栋房子成立总和在宅医疗诊所，开启了在宅医疗之路。第一年就引进音乐治疗，让长期卧床无法用语言沟通或有需要者，透过音乐有了幸福感。隔年再加入管理营养师。接着发展食乐支援，帮助进食有困难的患者吃到他们想吃的食物与味道，而有了快乐。像他那边的那个食乐支援的 team 真的是一个很大的特色。为什么后来会发展出这样子的 team？ 我想也是和就是譬如说他本身的想法理念，然后还有他遇到的人。9年多来，累计照护过的病人有1500人。目前诊所服务的个案有240位，一半是癌症患者。よろしくお願いします。先生こっちだ。あ、はい。いやいや、そんなことないです。こっちがいいです。はい。结束上午的个案访视之后，下午世桥带着护理师、营养师，还有来自台湾的杨千惠医师，出席松坡综合医院的出院准备会议。主治医の松波総合病院紹介しないかの中西と申します。よろしくお願いします。総合在宅医療クリニックの医師の市橋です。よろしくお願いします。同じく総合在宅医療クリニックの大志の医師と一緒に行く看護師です。三原と申します。お願いします。病人是一位癌症患者，参加开会除了医院主治医师、护理人员、在宅医疗团队等多职种工作人员共同出席之外，坐在最前面的3位是病患家属，19个人一起开会讨论病人出院之后在宅医疗的后续规划，用心与重视的程度值得正在推动在宅医疗的台湾参考。病院の先生が持っている情報をちゃんと家でも引き継いで、正しく医療がやっていけるっていうのが、まあ、大きな、もので、いろんな職種の人がたくさん集まって病院でやってたことを家でどのようにやったらいいかを翻訳するっていう意味で一つ大事です。包括出院後個案在飲食上的需求、營養師也參與了解。で、この狭窄部の MS っていうのはきっとステントが、そうですね、メタリックステントが入っていますよね、はい、で今は通りが特に問題ない。あ、ごめんなさい、ちょっと医学的な引き継ぎをちょっと先にさせていただいて、ちょっと理解したからね、はい。我说他比较有照顾到家属的心情，就是当两个医师在讲的时候，因为没有那么多时间，所以可能会讲很多医学用语或是比较冷冰冰的词汇。
那这时候他可能就先跟就是家属知会一下，哎，不好意思，那个我们现在就是可能讲一些比较医学用语这样子。朝方は今日ですね、西岡さんどうっていうところでは多少あの2個ぐらいまでのお話はできたかなと、単語までではなくてですね。ただ今あのここに入ってくる前に見たところではですね、全くちょっとぼやっとしてる。ぼやっとしてる感じ。そうです。そうです。じゃあもうなんか早めに帰連れて帰れたらいいかなっていうところでしょうか。根据日本厚生劳动省的调查，有六成的日本民众希望可以在家里善终，但却不到两成民众可以如愿。如何让完备的在宅医疗接轨相当重要。诊所服务个案涵盖岐阜县与爱知县部分的市村町，以30分钟车程可以抵达为主，同时尊重病人隐私权。医生出诊不穿白袍，专车也不贴诊所的名字。おはようございます。今日超いっぱいで来ました。あ、そうですか。元気そうですけど。アップアップします。アップアップします。これが先生一週、だから三週ですよね。はい、今回三週行きました。ね、グレースミットを3回くらい飲んだ日がありました。ちょっと熱が。7度4分、はいはいはい、ちょっとびっくりして、でも今週は調子がいいです。あ、そうですか。だいたい僕ら来る時はいつも、そうそうそう、先生来る日は調子いいんですよ。土屋医师今天探视的是足利立雄，两年前开始接受在宅医疗，趁着护士为他量血压，打开诊查报告，发现之前体温有稍微偏高的现象。じゃあちょっと診察しますね。今日血液検査です。はい、ちょっと後ろ。車一台で来れた？ちょっと前側を見られる？一台はタクシーだった。ごめんね。参りました。ごめんね。ごめんなさい。あ、でも皮膚すごいいいですね。じゃあちょっと血液検査させてもらいます。はい。血管炎というあの免疫の病気を持ってらっしゃる方で、あのそれを抑えるためにあのステロイドって呼ばれている免疫抑制剤をずっと飲んでいるんですね。ちょっと一回今日血糖値を測ろうかなと思いますけど、ステロイドの影響がないかなっていうだけです。時々測ってるんですけどね。あ、そうですね。はい。到目前为止，家属表示只打过两次紧急电话，一次是晚上，还有一次是医生来看过之后身体状况突然恶化。でそういう時はやっぱりすぐ来ていただけるんで、やっぱり対応が早くて、あのもうやっぱり在宅でっていうよりはもうすぐ病院に入れた方がいいっていう先生の判断で、まあ救急車も呼んでいただいて入院っていうのが過去に2回あったんですけど、まあ対応が早くできるってことで良かったかな。もう一つはあのほとんど車椅子かベッドの上で寝ているっていう状態でってんですけど、あのリハビリテーションが進んで。あの押し車っていうあの、まあ、機械を使って少し歩けるようなぐらいにあの家でのリハビリができるようになって、少しあの動けるようになってきた。土屋邦阳是泌尿科医师，大学毕业当完实习医生之后，曾经到岐阜县乡下投入偏乡医疗，在一个只有1000多人的小村庄开始做居家访视与在宅医疗。回到大医院服务之后，看到病人对在宅医疗的需求，3年前加入诊所团队。あのご本人がどんなことを大事にしているかっていうことを聞きながら診療ができるので、すごく近い関係であの診療ができている、関係性が築けているかなっていうふうに思います。そこだと大きい病院だとどうしてもその病気がメインで患者さん全部家族が全部見るっていうことができなかったので、こうやってその在宅医療でまたあのその人すべて全部を見るような仕事ができればと思って来ました。よろしく。よろしくお願いします。今日ちょっと僕緊張してなんか調子が出るんだけど。ごめんね。本当に。すいません、また来ます。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、どうもこんにちは、お願いします。お願いします。はい、足反対。じじじ、そんでじんじきじんじき。じんじきじんじきする。でもむくみじゃないよね、これね。むくみじゃないよ。日比野喜代子是肺腺癌患者，透过介绍接受在宅医疗，
这一天精神不错，跟世桥就像朋友一样无所不谈。とはいいけどね。ライトは反応はいいですね。これ見て、グーってこっち。一本に見えるずっと。一本上も下も。はい、いいです。口開けて。ああ、そういう感じか。あって言える？ああ、はい、いいです。はい、じゃあこれ。就在护理师准备为他吊点滴时，世桥告诉家属，如果排便顺利，就可以减少药量。で今日点滴したのはあのゾメタって言って、カルシウムあの骨にがんが転移しやすいのをブロックしたりとか、転移しているものが大きくなるのを遅らせる効果のあるお薬を月に一遍家でやっています。うん。でもそれはまあやると痛みが減ったりとかするので、まあそういう治療と、まああとは医療用の麻薬が必要なら使うっていう感じで、まあやってます。なんか本人がすごいやっぱり安心して生活できるんで、それがやっぱり一番だと思うんです。精神的な面が一番大きいと思うんですけど、何かあった時にそういう不安がなくなるんで、呼べばすぐ対応してもらえるってことで。每一位患者家里都有一本像这样的诊查报告，详细记载医生每一次看诊以及居护所护理师的访视记录，包括病人进出医院的状况。处方签可以直接传到附近的药局，由药局送药到府。日本的介护保险也有补助的机制。違う先生とか違う看護師さんで、多分みんなで共有して何かあった時に全く初めてじゃないっていう人たちが来てもらえるようなシステムを作ってるんだと思うんですけど。はい、じゃあまた、はい、ありがとうね。ありがとうございます。はい、失礼します。根据日本统计，在宅医疗比医院降低四成费用，推动在宅医疗不遗余力的世桥，平常经常到社区跟民众互动或受邀演讲，不断宣传在宅医疗的好处，甚至他的诊所还提供在职的医护人员或医学系的学生来实习。未来他对在宅医疗还有什么样的愿景？正在推动在宅医疗的台湾又可以如何的借鉴日本？要实现病人可以在自己熟悉的家中养病的期待，在宅医疗的服务不仅要细腻周全，更要多元人性。下个阶段的节目，我们要带你来看，当音乐治疗结合在宅医疗，可以为病人带来什么样的改变。现在先休息一会儿，马上回来。